少し質問をさせてもらいたいだけだ。感じたことはあるか？初めて見たはずの場面に遭遇して、以前もこんなことあったような気がするといったようなことを。そうだな、デジャブという言葉は聞いたことがあるだろう。いわゆる既視感、実は脳の錯覚に過ぎないという。だが本当に錯覚だと思うか？もしお前が確実にそこに行ったことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、もしお前が確実に何かをしたことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、お前はもう完全に忘れた自分の過ちに対して罪を償うか？だがなぜその忘れた記憶自体が本当の記憶で錯覚ではないと断言できるのか？結局体験したことが真相なのか、忘れたものが記憶なのか、思い出してみよう。この世界が滅ぶ前に。ブラックゲートはまだまだ大きくなっていく。このまま彼、今は彼らを信じ、うん、まさか猫、大好きだよ。ここも掃除しなきゃ。でか、時間を置いて。タイムバックデート。こっちこっち。
な名前。おう。他に知りたいこと、ここ。他に知り、ここは。他に知りたいことはある。ここは教会。他に知りたいことはあるかしら。人中央庁。他に知りたいこと。じゃあ。ごめん、あ、え？街中の午前でも午後でも夜でもアンはずっとそばにいてあげるよ。僕の名前はウル。記憶。僕の名前はウル。記憶。とっくに失ったよ。僕が守ろう。足元に気をつけて。大好きだよ。ここも掃除しなきゃ。足元に気をつけて。ご褒美だよ。タイムバックデート。こっちこっち。あなたがいたから。